ウィハル、なんであなたが第7学区に？もうすぐ中学生だし、学校や寮の下見に来たんです。中学生？どなたがですの？ん？私に決まってるじゃないですか。やだなぁ、もう。同い年でしたの？二つ三つ年下だとばかり。白井さんは、もうどの中学に行くか決まったんですか？ええ、常盤台中学というところに。常盤台中学といえば、学園都市でも五本の指に入る名門校ですよ。学園生活もきっと優雅なんでしょうね。実際はそんな綺麗事ばかりではないようですわよ。世間知らずの金持ちに、在校生全員がレベル3以上の能力者。自分のことを特別な人間だと思っている方たちが多く集まってるとか。はあ。中でもレールガンなどと呼ばれるレベル5がいるらしいのですが、きっと高慢ちきでいけすかない昭和女に決まってますわ。